皆さん、こんにちは。筑波大学の荒谷です。これはプログラミングチャレンジ、ウィーク4、パーツ1、動的なプログラミングの授業からを始めます。先週と今週が連続で、3つの授業があったので、結構、ペースが厳しいと思いますが、先週も今週も、探索問題でしたので、ある程度関連性が高い授業ですので、今回の授業は先週の授業の続きと考えればと思います。あともう一つなんですけど、動的なプログラミングは、プログラミングチャレンジ、プログラミングコンテストの中で、結構重要なトピックですので、この授業、この科目の中にこの授業は特に重要と思いますので、ぜひ、見てください。ではまず、先週の復習を 見ましょう。先週は探索アルゴリズムを主に説明しましたですね。で、探索アルゴリズムというのは、順番である問題に対して全ての答えをチェックして、そうすると、正しい答えを、いつか見つかる。なお、そのいつかるがちょっと長くなる可能性がありますので、探索問題を、探索アルゴリズムを実装するときに、完全探索で探索空間をうまくプロニングして、アルゴリズムの確率が上がる手があります。もう一つの手が、divide and conquer。つまり、微分探索で、探索空間をどんどん1ステップずつに半分、半分、半分に切り分けることですね。最後は、グリーディ法。で、グリーディ法っていうことが、ある特定、ある特徴がある、課題の場合ですと、その目的に向けて探索していくと早く解けるけど、うまくいかないと、間違っている答えが出てしまうことがあります。で、今週が、その探索アルゴリズムの中のもう一つの動的なプログラミングを紹介します。で、動的なプログラミングについては、前も言いましたけど、プログラミングチャレンジ、つまり、競技プログラミングのサイトとか、競技プログラミングのイベントの中に、その、ポピュラー、法の一つであるし、で、基本的にのアイディアが、実は、この授業で初めて解いたの、3N プラス1問題。覚えてますか ?3N プラス1問題。3N プラス1問題では、そのミームテーブルが使いましたよね。その関数が何回同じ数字に関数を計算を繰り返して、その繰り返し計算が避けるために、計算の結果をテーブルに保存しました。実は動的なプログラミングも同じアイディアですので、そのアイディアを頭に持って、この授業を見ましょう。で、授業始まる前に、ちょっとだけ、課題の提出状況を一緒に見たいと思います。ですね。で、これは、第1週目も、第1週目が、締め切りが来て、だいたい60人ぐらい、70人ぐらいが提出しましたですね。皆さんお疲れ様です。今度は、この何人が4課題とか、何人が5課題、何人が8課題を計算するようにスクリプトを書く予定ですので、ぜひそれも楽しみにしてください。で、第2週目が、あと締め切りはあと2日間で、アーミーバーズとグリッドサクセスが一番解けてる人が多かったので、まだこの問題をやってみてない、20人ぐらいの方はぜひ、アーミーバーズとグリッドサクセスをやってみてください。あまり難しくない問題ですし。ファイルフラグメンテーションが解けてる人は割と少ないんですが、すごい面白い、プログラミングチャレンジなので、ぜひ、やってみてください。あとは、ニュースペーパーズがあまり難しくないで、フリクエントバイルこの中で多分一番難しいかもしれないですね。あと、先週の探索問題の中で、ドラゴンオフルワータとストレンドブロックアウト、一番簡単な、問題なので、必ずここから、解けてください。
その後は、まあ、シンプルエクエーションが、授業の資料の中で解き方がいろいろなヒントが書いてますので、これを調整すればと思います。あと、ゾーンズが、ちょっと難しめの問題でなり、もうゾーンズとリードビショップスはちょっと難しい問題の問題ですが、フルーデデゼットが、なんか、見て分かりにくいとか、まあ、ちょっと難しそうであるけど、そんなに難しくないから、ぜひ、まあ、もう一問題を解けたい人は、まあ、フルーデデゼットとか、バーズを検討していってください。で、これは今週の問題は、後で話します。まあ、すでに一人二人が解けてますので、まあ、それはもう、競技プログラミングでの的なプログラミングが出てる方かもしれないですね。では、今週の授業に行きましょう。じゃあ、動的プログラミングって何ですかというと、まあ、動的プログラミングは前も言ったんですが、探索アルゴリズムの一種類です。で、基本的なアイディアが、答えの部分部分を作って、その部分部分を組み合わせして、作った部分をメモリに保存しておくですね。アイディアとしてはこの3点ですね。まずは、DP テーブルが、その動的プログラミングの、中心的なポイントですね。動的ってなんかダイナミックプログラミングで DP ということですね。で、その DP テーブル、その表の、それぞれの、縦軸とか横軸とか、まあ、3次元の場合だとその3次元軸とか、その関数、問題を解けるための関数の、パラメータそれぞれとなります。ですね。で、その関数を決めて、次は、その初期状態を関数に記入する。で、次は初期状態からその関数、その表の他の、ところをどんどん計算していて、それは、まあ、再帰関数であるか、それともなんかフォアループでやるかですね。で、いつ、動的プログラミングを使うんですね。まあ、競技プログラミングの中で、最適化を関連する問題とか、あとは何か数える問題とかは、なんか、DP の匂いがするというんですね。あ、これはなんか何かに、何々のベストとか、何々のいくつかとかを出てくるものでは、これがなんか DP もあるかなって思いますね。英語ですと、まあ、count the number of solutions とか、find the minimum cost とか、find the maximum length とか。もちろん、場合によってはグラフ問題もあるんですが、まあ、今回がたくさん例を見て、まあ、これ問題が DP の匂いがするとかをみんなが理解すると思うんですね。で、DP って、コストがどれくらいですね。まあ、DP コストが実はわかりやすいですね。DP コストがだいたい DP 表のサイズと同じ。まあ、DP 表のサイズかける、DP 表の一箇所を入れるところの、コストとなります。そうすると、まあ、すぐ、なんか DP の便利なところが、どれぐらい大きなのか、この問題が DP 表の大きさを考えて、まあ、この問題が DP で解けるかどうか、すぐ判断できます。ですね。あと、この DP がこの問題に解けるかどうかを考えるときに、DP の正しさの証明するために、それは数学のインダクションの証明と同じですね。まあ、実は DP とインダクションが、すごい似てるようなことを、似てるところが多いので、この授業で理論には深く踏む予定はないんですが、あと DP の、順番が、インダクションの証明の順番と、まあ、本当に近いですね。両方が、その、なんていう、その、トポグラフィックグラフ、つまり、その、順番があるグラフの元に作られているものからです。それを、まあ、この話は、なんか教科書に、その、この講義の教科書の第4章に書いてありますので、ぜひ、興味がある方は見てみてください。では、この授業が、まあ、理論じゃなくて、DP の
サンプルを、まあ、たくさんどんどん出て、見せます。まあ、この問題の解き方は、この問題はこれです。この問題の解き方はこれです。そういうふうに進めたいと思います。ただし、まあ、この、それぞれの問題を説明する前に、まず問題の、概要を説明して、その次は問題の全探索を説明して、で、その次は問題の DP 法で説明することです。まあ、解け方を説明する前に、まあ、先週も同じで、ビデオをポーズして、自分で紙と、ペンで解けてみてください。解けてみるということが、なんか DP 表を作ってみてください。探索空間、全探索の探索空間を作ってみてください。そうしないと、なんか聞くだけになりますので、あまり、学習にならない。で、まず自分で、あと答えを作ってみて、その後にその答えが正しいかどうかをチェックしてください。では、最初の問題いきましょう。この問題が、ウェディングショッピング、まあ、つまり、結婚パーティーのお買い物ですね。これは、今週の課題の中の、最初の問題です。で、この問題の概要はこんな感じです。なんかその、まあ、あと、結婚式のためにショッピングすることで、そのショッピングの中に、C 種類のアイテムが買わないといけない。まあ、例えば、食べ物とか、コップとか、ドレスとかですね。で、それぞれの種類が、検視の選択肢があります。例えば、ドレスが3つあります。コップが4つあります。で、それぞれのオプション、それぞれの選択が、コストがあります。ですね。例えば、赤のドレスが、100。白のドレスが200。とですね。で、この問題の目的が、それぞれの種類から1つのオプションを選択することが必要です。で、できるだけそのコストが最大化したいですね。全部合わせてコストが最大化したい。ただし、最大化するには、するのに、全体の予算 M を超えてはいけません。つまり、M の予算を超えないで、できるだけ予算まで近づきたいということです。まあ、例えば、M が、まあ、サンプル入力では M が200。で、あ、すみません。最大の M が200。M が、1から200になります。で、C、種類の数が1から20。最大20種類。で、KC、つまり種類の中の選択肢。0から、20。すみません。1から20。ですね。だから、最大20種類で、それぞれの種類が最大20選択。まあ、これは組み合わせ問題ですよね。ですので、最大の可能性が、すべての組み合わせが20種類の20選択乗、20の20乗。すごい大きいなので、これは 全探索は無理でしょう。まあ、それでも、この前の授業も言ってるんですが、この問題が何が正しい答えか確認するために、まず全探索で解けてみましょう。では、これは例です。じゃあ、この例が C が3、KC が3と2と4ですね。で、クラス、まあ、C が3ですので、クラスが K0。K1、K2 ですね。で、それぞれのアイテムが6、4、8、5、10、1、5、30の、コストがあります。で、あともし M 予算が20の場合だと、答えが19ですね。で、この答えがどういうふうに作れるか。例えば、K0 から8を買って、K1 から10を買って、K2 から1を買うと、これは19のコストになります。でも、これだけではないんですよね。例えば、K0 を6買って、K1 は10買って、で、K4 が3を買うと、これも19。いくつか、なんか、この19の答えだといくつかの形があります。一方、予算が9の場合だと、
この問題が回答がありませんですね。この組み合わせどうしてもどう見てもどう見て組み合わせしても、Q 以内が、まあ、一番低いコストが例えば K0 から、4を買って K1 から5を買って K2 から1を買うと、これはこのサンプルの、ミニマムコストで10なので Q は、できませんですね。では、まあ、これは探索問題ですね。いくつかの組み合わせを探して、ベストな組み合わせは新しい答えです。残念だけど、グリーディー方がこれはできないんですよね。まあ、これを見て、例えばグリーディーの場合だと、最大を買うとか。で、最大、なんていう、その、予算以内で最大コストを買ってしまうと正しい答えが出てこないので、グリーディーはそのは8を買って、次は10買って、あ、この場合だとまだですよね、8、11。でも、グリーディーで解けない場合を作るのはすごい簡単ですので、まあ、自分でちょっとやってみてください。グリーディーでやると正しい答えが出てこないサンプルです。では、全探索が再帰関数で解けましょう。再帰関数がこのショップ MG を考えます。ショップ MG とは、まあ、M の予算が残っているときに、種類 G のベストアイテム、KG の中のベストアイテムを探します。で、この関数の戻ってくるのは、その残っている予算です。でこの関数の中身が、すべての KGI をテストして、で、そのテストする前には、まず M プラス KGI と G プラス1を呼んで、つまり、M プラス、なんかその使ったお金が M プラス KGI のコスト。で、これはリマイニングバジェットじゃなくて、なんかどれくらい、どれくらいお金使ったんですね。で、種類は次の種類となります。で、その再帰関数のストップコンディションが2つ。まず、小さい M が予算より大きければ、もう予算切れなので、開始はマイナス1、ダメだったってことですね。で、ストップコンディション2が、そのショップ MC、この C が、種類の数なので、で例えば3種類だと3。でも、種類が0、1、2なので、3まで行くと、すべての種類が選んだ。っていう意味になりますので、これはまあ全てを変えましたので、使ったお金を開始します。で、まあ、覚えてください。使ったお金の目的は、メキトだけで、あとたくさんお金を使いたい。で、消費状態が00、つまり、お金を使ってないときに、種類0からを選択したい。ですね。それはコードは、ちょっと説明が長いけど、ショップのコードがこの4行だけですね。ショップ MG が、M は M を良ければ、まあ、ダメだった。マイナス1。G が C であれば、もう全部買ったので、M を開始します。で、その他の場合だと、まあ、ここはループが4、I に開始、すべての KC の中の I で、これをなんか、この MAX を開始して、なんか、その、SHOP M プラスプラス AG と G プラス。これはすべての I に対して計算して、その最大を開始する。ことですね。これは、まあ、ちょっと実際にプログラミングするときに、これはもう少し大きくするかもしれないけど、まあ、こんな簡単なプログラムで全探索が起こる。まあ、ただし、前言った通りに、全探索がダメですね。二重の二重乗ですね。なんで、全探索はそんなにダメ、なんでそんなに、時間がかかるのかというと、これは、その 3n プラス1問題、1問題のように、何回も何回も何回も同じ再帰関数を読みます。例えば、この例を見てください。この例の中で、なんていう、この例の中で、この、シャープ12が何回呼びかくんですね。例えば、00から始まると、まず、61を読んで、
で、6、1の中で、6プラス4が10。だから、ここが、食12を呼びました。で、次はこの4を呼ぶときに、4、1を行くと、ここが食12を呼びました。で、ここも食12を呼びます。で、8行くときに、この8と2を組み合わ、まず8、1を呼んで、次はこの2を試してみると、まだ食12を呼びましたですね。まあ、もう一度ですね、なんかこの6を呼ぶときに6、1で、で、6、1で、12、あと12人に、あと12人に、あと8人。で、これは4、1を呼んで、8、2ですね。で、12、で、12。で、次はこの、8で呼んで、12人に、14に、14に、でもここは12。つまり、で、重要なところなんですけど、ここから全部を読んで、食12を呼ぶときに、この次の計算が毎回一緒です。ですね。食12からこの残りの計算が一緒ですので、食12を呼び返すと、もったいない計算をやって、無駄な計算をやっています。ですね。ですので、なんかこの、ここだけで1、2、3、4、4回読んだショップジュニーが、なんか削除できますか？で、ショップジュニーだけじゃなくて、例えばここで、ショップ15、3を呼ぶのは、そのジュニーの4回かける2、だからショップ15、3が8回読んでます。もっとひどいですね。ですので、なんかどん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 問題が大きくなると、その複数のよなんか無駄な呼びかけが増えていきます。じゃあそれをなんかコントロールはできないじゃないか。ですね。それを、そのコントロール方法を見てみましょう。まあ、このように、問題がこういうふうな同じものを何回も繰り返しているある問題が、それは repeated substructures って呼ぶ問題です。で、この特徴を見ると、まあ、これは DP が有効だろうなと思われます。ですね。で、これを解くために、まず DP 表を作って、で、その DP 表の縦軸と横軸が、ショップの M と、G の関数となります。つまり縦軸が M、横軸が G ですね。で、このテーブルはどれぐらい大きくなるんですね。まあ、最大の場合は M のサイズと C のサイズ。で、M が0から200ですね。で、C が1から20。で、200×20 ですと、テーブルのサイズが4000ぐらいです。つまり、20の20乗から4000で速くなりました。これはすごい差が感じて、GP でこのプログラムを走ると、すごい速く解くことができます。ですね。じゃあ、DP の実装について話しましょう。DP の実装は主に2つの考え方があります。1つの考え方がトップダウン。で、もう一つの考え方がボトムアップっていう考え方があります。それは、どういうふうに GP 表を、入れ込むと言いますですね。トップダウンの場合ですと、それは、これは、その3N プラス1のアプローチと同じです。DP 表がただの再帰関数のメモリとして使っています。毎回再帰関数を呼ぶときに、そのまず DP 表をチェックして、もうこのパラメータでこの関数を計算したかどうかをチェックします。もしチェックしているなら、その経過を使ってそれを返す。まあ、全探索の問題が再帰関数で解くことができるときに、ほとんどトップダウンで解くこともできます。一方、ボトムアップですね。
ボトムアップのアイディアが、まず初期状態から、テーブルをコンプリートして、で、次にある順番でその表をすべて書く。例えば、まあ、まず1行目とか、次は2行目とか、次3行目とか、次4行目とかですね。これすると、なんかまあ、for loop で、例えば for i in m で、その中に for j in c で、それをループですると、テーブルをすべてをコピーする。まあ、問題によっては、トップダウンの方がやりやすいとか、ボトムアップの方がやりやすいとか、それぞれの方法が、メリットとデメリットがあります。まず、多分一番わかりやすいが、トップダウンですので、トップダウンを説明しましょう。ですね。これは前の産業の前端策なんですけど、これは、ミモテーブルを追加だけです。本当にこれだけを変えてトップダウンリピになりました。まずが、テーブルをあとリセットします。で、このテーブルがマイナス2でリセットしました。なぜかというと、このマイナス2はまだ処理してないという意味ですね。で、これはショップ MG。で、ここはまあショップ MG と、あと終了状況。全く前回と一緒ですね。M が、小さい M が大きな M より大きければマイナス1を返す。G は C と大きければ、一緒であれば M を返す。で、もう一つが、なんかテーブルですね。もし、なんか計算する前にテーブルをチェックします。もしテーブル MG がマイナス2ではなければ、つまりもう、このテーブルをもうすでに処理しました。マイナス2じゃないですね。じゃあその場合だと、そのテーブル MG を返す。ですね。もうこれを計算しました。結果はこれです。英語だと、まあ、テーブルロックアップということですね。で、M2 の場合ですと、もうまだテーブル、この M とこの字でテーブルはまだ計算してない。では、計算方法が同じですね。MAX SHOP M PRICE GI。ただし、一つの新しいものが、この計算がリターンする前にテーブルに保存する。つまり、この MAX SHOP FOR I IN KC を計算して、で、その経過をテーブルに保存します。で、リターンも同じくテーブルを、リターンします。これだけです。じゃあ、授業が終わり。お疲れ様です。はい。もう少し続きましょう。では、トップダウンの GP が、まあ、見てる通りに、とても、簡単です。ですね。テーブルを追加して、で、毎回、再帰関数に入るときに、そのテーブルをチェックします。一つだけお気をつけないといけないですね。このテーブル、この再帰関数が、M と G、だけがパラメータです。例えば、ある再帰関数では M と G だけじゃなくて、その前の状況、どこから来た状況とかの情報。その前の状況とか、次の状況とかが入ってると、テーブルが、DP 表が大体作れなくなる。なぜかというと、その状況が実はすごい大きくて。パラメータの数ではないですね。3つのパラメータとか、4つのパラメータとか、それは問題ないんですけど、このパラメータの意味が重要です。このパラメータの意味が、前の計算と関係がない。今だけのことを見る。つまり、このパラメータでこれからの計算ができるけど、前の計算が関係ない。ということです。ほとんどの探索問題は、これは問題がないということなんですけど、これだけをちょっと気をつけて、珍しく、例えばここはオブジェクトが入っているときだと危ないということですね。ね、一つの考え方だと、なんかこのパラメータの一つがオブジェクトの場合だと、そのオブジェクトはどういうふうにテーブルに入れるのかですね。じゃあ次はボトムアップの DP を話しましょう。まあ、ボトムアップの DP のアイディアが、まず表を作って、で、その表が、あとその問題のステートを入れます。でも最初が初期状態を入れて、で、その次の状態が、あと、アンプロセスト。すみません。あと、初期状態がアンプロセスとして入れます。で、次はテーブルをループして、アンプロセスの状態をプロセスして、次のプロセスを計算します。まあ、ボトムアップの DP の難しさが、その初期状態はどれですかとか、で、それ初期状態から次の状態はどういうふうに投げる、どういうふうにトランジッションするのかですね。
でもこの2つを解ければ、ボロムアップがただの大きなループとなります。まあ、具体的な例を見せれば、分かりやすいですね。これは、M が10ですね。K0 が24。K1 が46。K2 が1321。で、これは、まあ、GP 表ですね。Me、M ですね。M が0から10までいく。で、S が、S0、S1、S2、S3。ただし、このテーブルが前のテーブルとちょっと違いますですね。あとテーブルの中身が、あとどれぐらいお金が得てるじゃなくて、True、False です。で、True が、このお金で、ここまでの、S まで、A までたどり着けます。例えば、0お金を使うまで、0までたどり着く。つまり、お金が使われないで何も買わない。それは当たり前ですね。で、トランジションですね。S から S プラス1ですね。すべてこれをチェックして、で、もしこの中身はマークであれば、この中で KS をすべてを買ってみる。で、買ってみると、その次のループでどこまで届くのかをチェックするですね。例えば、0から、0お金で2と4を買うことができます。もし2を買うなら、お金の2までを届くことができます。もし4を買うなら、4までを買うことができます。ですので、次が2と4をマークします。ですね。それは、あと、i イコール、0ですね。で、i イコール1が、じゃあこれをもう一度、ループします。で、これをループするときに、2と3が届くっていうこと。2と3がたどり続けるですね。で、1を選択するときに、もしお金を2を使っているなら、4と6を買うことができます。2プラス4が、6。ここをマークします。ですね。で、2プラス6が8。ここもマークします。次は4。4プラス4が8。これをマークします。4プラス6が10。ここをマークします。で、それで次のループ行きましょう。ですね。6と8と10。一つを気をつけないといけない。一つを着目したいところなんですけど、この8が2回をマークしましたんですけど、これは True False のテーブルなので、1回だけで残ります。つまり、何の意味かというと、2と6を買うか、4と4を買うか、意味が一緒です。ですね。だから、あと8にはただ True を書きました。0と1を買って、8のお金を使いました。0と1を買って、6のお金を使いました。0と1を買って、10のお金を使いました。もう少しこのテーブルの意味を見ましょう。例えば、0と1を買うときに、3のお金を使う方法がありますか？ないんですよね。なんかこの2と4と4の6、すべての組み合わせを見ても、3のお金の使い方がないから、S2 には3がマークしていません。同じく、1と0を買うと、7のお金を使う方法がない。0と1を買うと、お金、6と8と10のお金の使う方しかありませんですね。じゃあ次は、6と8と7を、と10を処理しましょう。K2 が1321なので、ここから1を買うと7、3を買うと、1239、2を買うと8。だから、この6から7、8、9をマークします。で、この8から9、10、11。だから11は予算切れなのでマークしない。だから9と10。で、10は11、12、13なので、それはすべて、予算切れ。ですので、この6、8、10が、この K2 のアイテムを合わせると、マークするのは7、8、9、10ですね。この通りです。まあ、で、これは、最後まで行きましたので、目的は最大のお金を使いたいときですので、この S3 の一番右を見ると10。ですので、この問題だと、予算10をすべてを使う方法があります。ですね。つまり、ソリューションがマークス、マーケットコードのテラストです。
つまり一つ の, あのどうてこの、これはまあちょっと当たり前そうな問題なんですけど、実は DP で、あの他の表のやり方とか、他のトランジションのやり方もあります。ですね。あと、まあ、これは最後の授業、この講義の最後の授業で見るんですけど、DP 表が正しく選べると、問題が早くなったりとか、そういうことがありますので、それを気をつけましょう。で、これはプログラムですね。あと、メムセットが、まずテーブルを全てを0にして、で、テーブル00が1マークしましたですね。で、このループですね。for g in 0 to c minus 1. この g を回します。で、for i in 0 to m ですね。で、if テーブル gi1 であれば、あと、つまりマークしているなら、あと、まあ、その k のすべてのアイテムで、for k in 0 to k。それぞれの k のすべてのアイテムですね。で、テーブルの g プラス1とコストの g プラス1は1。ちなみに、このコードはプセウドコードなので、このコードこのままで実装してみると、ここをマークしてみるときにアウトオフバウンドになるので、これだけをチェックしてください。ですね。まあ、ちょっと理解が、まあ、トップダウン GP がボロンアップの GP と比べて、あとトップダウンがすごい当たり前そうなんですけど、ボロンアップはそんなに当たり前ではないんですが、まあ、ボロンアップでいろいろなメリットもあります。例えば一つ大きなメリットなんですけど、このプログラムを見て、この表を見ると、実はこの表は全ていらないんですよね。なぜかというと、この行、この行を計算するには、この行だけの情報が必要ですね。で、この行、表、この行を計算するには、この行だけを必要。この行を計算するには、この行だけが必要。つまり、このテーブルの行の数は2つだけで繰り返していいんですよね。まあ、S が3だけだと、2つの行とか4つの行が変わらないんですけど、例えば S がすごい長くて S が100とか S が1万とかの場合だと、2つだけを使うとメモリはそんなに使わないので、これは、ボロンアップ動的なプログラミングだけができます。トップダウンが、これは、まあ、できないか、まあ、できないかな。できないにしましょう。やり方が、なんかできる方がわかる人は、まあ、掲示板に書き込んでください。はい。では、次は、じゃあ、どれを使うんですね。トップダウンとボトムアップ、どれを使うか。まあ、トップダウンのメリットですね。トップダウンのメリットは、実装がすごい簡単ですね。ただ、あと、再帰還数のに、メモリをつく。それで終わり。で、あと、もう一つのメリットが、前のループ、前のボトムアップを見たときに、ボトムアップがすべてのインデックスをループしますが、トップダウンが、再帰還数で呼んだインデックスだけ呼びます。ですので、なんかそのスパースな DP の場合だと、スパースな探索の場合だと、ビジテルの数が表よりすごい小さいかもしれないですね。で、コンが、まあ、デメリットとしてですね、再帰還数を呼ぶには、オーバーヘッドがあるんですね。再帰還数フォアループと比べて再帰還数が遅い。特に Python を使っている人が知っていると思うんですけど、Python だと再帰還数が呼びすぎると、通常の Python がクラッシュします。多分、一番最新の Python が多分まだ残っていると思うんですけど、999回で再帰還数を、深く呼び出すと、インタープレータがプログラムを停止します。ですので、Python が、まあ、そんなに、まあ、999段の再帰還数が呼ぶことがないと思うんですけど、まあ、それでも、なんか、その停止を考えなくても、なんか、その再帰還数のオーバーハイドがどんどん大きくなります。ですので、なんか、同じ個体をテストするときだと、トップダウンの方が
ちょっと遅いですね。で、ボロンアップ、ボロンアップ DP のメリットが、まあ、あと、どうせ全ての表をビジットする場合だと、まあ、ボロンアップの方が早い。フォアループを使うからですね。あと、前も説明した通りに、表の特徴によっては、もう使い終わった、行が捨てておいなので、メモリがトップダウンと比べて少ないですね。デメリットが、まあ、あと、トップダウンと比べて、ちょっとアルゴリズムを設計するのは少し難しい。あと、DP 表がスパースの場合だと、ループがもったいなく無駄に全てのステートをビジットします。で、DP ですね。今までは最大の予算、どれぐらいお金を使ったのかだけを知りたい。でも、一部の課題だと、どれぐらいの問題をお金を作ると、どれぐらいお金を使ったかを知りたいだけではなく、これぐらいの金額を使うためには何を選択すればいいのかを印刷しないといけないんですね。それはどうすればいいのかですね。まあ、これはあまり難しくない。アイディアとしては2つの表を使う。1つの表が DP 表ですね。さっきお見せした DP 表。もう1つの表がパレント表、親表ですね。親表というのは、まあ、何か選択するときに、その親表で選択を、あと、保存します。親表については、次の問題で説明します。ただし、もう、まあ、ビデオは長くなってますので、ここで一旦ビデオを止めて、次の問題、まあ、このエイプルフィールドの問題が、次のビデオで説明します。では、またそこまでで。